はい、Nフラワー代表フラワーアーティストシンです。今日はこちらの花材を使ってアレンジメントをしていきます。まあちょっとね難しい花材なんですが、まあ、どのようにねアレンジをしていくかぜひ皆さん見ていてください。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日もこちらの器にアレンジをしていきます。では早速いってみます。まず最初にこのねこのバンクシャーみたいなやつですね、これを立てていきます。だいたいこう長さを決めて不要な葉っぱは取ります。まあ、せっかく長いんでねちょっと大きめに刺していきましょう。でまあこういうものはねいつも言うように必ずこう平たくナイフとかで削って刺します。で次2本目を少しこう短めに刺します。これも少し葉っぱを巻いていきます。はい、このように刺します。はい、次にこのねユリを刺します。ユリもこう不要な葉は取り除きます。ここでこのドラセナの葉っぱを刺していきます。いつも言うようにこう綺麗そうな葉っぱは1枚に起こしてあとはパーツにします。で丸めたホチキスで留めた葉を刺します。このようにドラセナ1枚でドラセナ1枚をこうパーツに分けることによってかなりねこのアウトライン構成に変化をつけることができます。はい、次にこのガーベラを刺していきます。長くガーベラにはね必ずワイヤーを入れて刺します。はい、次にこのねユーカリを刺していきます。次にこのアルストロメリアを入れていきます。次にこのユーフォルビアを入れていきます。僕あんまりベトベトするのが好きじゃないんですけど、まあ、でもベトベトするの好きじゃないんだけどこのユーフォルビアは好きなんですよね。最後にこのレッドビローでアクセントラインを入れましょう。はい、こちらで完成です。では全方向から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、個性的な花が多いんでまあ、アレンジをしていくのはちょっと難しいんですけれども、こう適材適所に入れていくっていうことがアレンジを成功させるポイントだと思います。ではまたねこういった難しいアレンジも簡単なアレンジも皆さんにどんどん教えていきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.